第5試合難しいクロスオーバーキック S クラスアンダー63キロ3分2ラウンドを行います。両選手入場。オーバーカンナムスター、はい、来ました。先ほどの仁尾翼のお兄さんですね。こっちをお兄さん、はい、こちら仁尾ハルト県政流総本部道場 KSR ジム。会場にはファン、仲間、友人、知人がたくさん駆けつけております。はい、確かに似てますね。結構そうですね。そして我々の前にですね、赤い髪の仁尾翼が座って、ミッキーマウスの T シャツですか、あれは。あ、本当だ、目立つな。目立ちますね、兄の姿を。見事も一緒ですか。そうですね、色だけが違う。仁尾ハルト、はい、青コーナー仁尾ハルトでございます。大応援団が駆けつけてます。青葉大支部所属小林慶吾、はい、龍拳会青葉大支部所属ですね、小林慶吾でございます。ラウンド1、小林選手体バキバキです。そうですね、24歳差ですね、これ。はい、2006年生まれと1980年生まれですね。はい、画面左側が小林、右側が仁尾ですね。仁尾ハルト兄ですね、こちらが。お互い探ってますね。探ってるような時間ですか、ここは。そうですね。前からそうなんですけど、その仁尾兄弟はそのやっぱパンチ、はいはいはい、強いですね、はい、パンチ動きに緩急があるんで。そうですね、蹴りもこういうローに散らしてる、より相手からすると早く見える、ね、すごく使うんですよね。ただ仕留めるのがパンチだったりする。さっきの仁尾翼選手が秒殺して、はい、あの秒殺また狙うかなと思ったんですけど、はい、意外と落ち着いてますね。そうですね、ここはそうなりがちなところいかない。そうですね、ことかもしれません。探ってますね。確実に兄弟で勝つというような。だから相手がそうですね、ベテランの小林選手ですから、慎重にならざるを得ないのかもしれませんね。まあ、打撃自体は鋭いの飛ばしてるんで、はい、当たれば一発で倒せる感じもしますけど、はい、早いボールですね。あと目もいいですよね。はい、そうですね、はい、小林選手は瞬発系じゃないんで、はい、こういう瞬発系の選手とやるときにやっぱもっとこう潰していかないと、はい、同じ土俵でやり合っちゃうとやっぱ、なるほど、はい、今瞬間のスピードが速い方が、うん、まあ、速いスピードに付き合っちゃってるっていうような、はい、まあ、さっき言ったその試合を作るっていう作業を仁尾、はい、選手は始めちゃってるんで、はい、それを作らせないように、はい、こう潰していかないとダメですね。こういう選手勝つと仁尾選手はこのあの作るっていうことを始めていて、そうです、はい、そうですね、つまりそれがペースというか、そうです、はい、相手の反応とか、はい、笑いましたね。隙が出、そうですね、隙がお互い笑ってますよ。30秒、隙が出てくる場所を探してるって感じですね。この音、これ距離近いんでお互いパンチ当たりますね。うわ、左フックいいな。いいですね、左フック、かっこよかったですね。うわ、第1ラウンド終了です。はい、第1ラウンド終了でございます。ただですね、あと1ラウンドしかないんですね。あ、このそっか、はい、このレベルでもあと1時間し、あ、ね、あと1ラウンドしかないので、はい、リプレイ映像が流れております。なるほどね、はい、技術的には仁尾選手の方が高いんですけど、やっぱフィジカル差があるんで行ききれないんでしょうね、はい、小林選手フィジカルが強くて、はい、
そしてこ の, あの2ラウンドだとやっぱこういう風にスピードで、はい、短時間じゃないですか、これやっぱり二葉選手がまあ有利だったりするんですね。まあ、そうですね、はい、ルール的にもラウンド数的にも有利なんです、はい、そして配信をご覧の方も分かると思うんですけど、会場には巨大モニターがございます、はい、こちらの方でですねレフリーもチェックをしたりラウンド2ファイナルラウンド、はい、2ラウンドですね、最終ラウンドです。スピード違うんで、はい、ちょっと難しいけど、はい、相打ち覚悟で左フックとか打っていかないとダメかな、うん、小林選手はですね、はい、早いですからね、その日本の蹴りも、はい、年齢的には20歳以上、うんうんうん、渡り合えてる小林慶吾がすごいんですけど、うわっとガチャガチャガチャってなるとこれ怖いですね、日本もそうですね、うわ急に詰める小林慶吾、恐ろしいです。小林選手ももっと蹴っていった方がいいですね。なるほど、蹴りが二葉選手のように、そうですね、今みたいな感じで、そうですね、見た目以上に嫌だと思うんで、はい、今みたいな蹴りでも、いやー飛び出し早い、中に入ってくるの早いですよね。今見てよけてたのちょっと慣れたかもしれないですね、スピードが。はい、残り時間あと1分30秒ですね。じゃあフィジカル差で、うわーすごいっす、効いた効いた、これストレート、あ、当たらないようにこう追撃食らわないようにフェイントだというような形で動き続けた小林でしたが、効いてますかね。そうですね、蹴って、はい、もうちょい蹴ってまたパンチで当てた方がいいかな。残り時間1分、残り時間1分、おっと、マシゲリ上蹴れって言ってますけど、その通りですね。今空いてたのはやっぱり、そうですね、で、まあ、ガードされても真ん中が空くんで、はい、またストレートが入るんですね。なるほど、はい、パンチだけだとやっぱ頑張るんで、はい、さあ残り時間30秒ですね。30秒、まさにさんいかがですかね、この残り30秒、ここは結構打たれ強いですね、小林選手、はい、あ、そうですね、はい、確かに確かに食らってるけど、はい、うわ、これは効いてるでしょうか。効きましたね、今の。負けねえよっていう気持ちが、はい、気持ちで立ってるってことですね、はい、ただやっぱ技術が、はい、二葉選手のあります。ハイキック、ハイキック、これはそれは何でもございます。すごい若者といい試合でしたね。すごいベテランのいい試合でしたね。意地を見せました、はい、だからまさにさんおっしゃったようにタフですよね。タフですね、小林選手が、はい、なんか結局なんか効いたんだろうなっていうような動きをするんですけど、はい、効いてなかったのかなっていうような立て直し方をしているという。ただですね、まだフィジカル差があるんで、はい、まあ、耐えられる。はいはいはい、なるほどなるほど、はい、ということですね。判定の結果をお伝えいたします。勝者青コーナー、二葉ハルト。はい、二葉ハルトの勝利でございます。アンボカー、日本ハルト選手の勝ちでございます。今回も勝ちましたね。日本選手には勝利者賞並びに副賞といたしまして、伊佐様から T シャツがプレゼントされます。二人とも強かったですね。いや兄弟で早かった、そうですよね。見事勝利いたしました日本ハルト選手に、今一度盛大な握手をお願いいたします。あ、リングの下で待ってるのは弟だ。抱き合うのか、はい、抱き合わないか寂しく気づかないで帰っちゃいました。携帯を見ている弟の背中を私たちは見ていますね